皆さんこんにちは、キスケです。本日はこちらのタピオンに、はい、全開アビリティを2つ乗っけて使っていこうと思います。最終形態フリーザがイエローかつ強大な敵とで、悟空ですね。この悟空がイエローかつ劇場版ということでしっかりと2つ乗っけてくれます。はい、まあぶっちゃけた話、タピオンってさ、やられたらヒルデガンが出るやんそういうキャラクターに全開アビリティを乗っけて強くしたところでなんか意味あんのかっていう気はするんやけど、そんなことはどうでもいいと。本体はタピオンなんだと。こいつでしっかり相手のバトルメンバーを崩壊させてからとどめの一撃でヒルデガンでこう追い打ちをかけていくっていう、まあ、そういう使い方できればなって思います。でパーティーは劇場版で組んでみました。なかなか強い感じになってると思うんでね、よければ最後までお付き合いください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。対戦やっていきましょう。タピオン先発、悟空3確定、ウルトラゴジータですね。緑いないんでこれで勝てます、おそらく。対戦お願いします。タピオン普通に強いよね。火力も出るし耐久もそこそこあるし、でイエローかつ劇場版のユニークフラグメントつけれるでしょう。あれも相まって火力が出るんだよな。即圧くらえ、即圧くらえ、よし食らえ。意味ないかこれ、ミスったわ。タピオンで撃ったらよかった。必殺アーツはユニークゲージたまらないんだよな。通常で抑えて、残念やっぱ持ってるよね特殊アーツ。特殊アーツの所持率やばいよな。うい、あざす。これはありがたいよ。さあ悟空3予約アーツでいこう。ユニークゲージ貯めます。ああ来ないか、予約アーツの弊害が出たわ。はい、マジバニシングないのにタックル来たぞ、やばすぎん。怖いね、あざす。よし、これで特殊カボチェン向こうで殴っていけるんで、お前を切る。はい、あー来ないか、残念すぎるぜ。切るOK、 よーし、経由でダメージ出していくか。特殊カボチェン向こうないんだよな。必殺当てていこう。倒せないよなこれ。いやー残念、打撃圧封印が意外と痛いよね。入る。さあヒルデガン来るぞ、やめてくれ、来ないでくれ。あ、色違いなんやヒルデガンもへえ、そうなんや、意外と痛いな、意外やったわ。はい、通常で抑えてタックル回避でいいや。あ、いいのか、いいね。あー、くそ、2連回避はしない。ライジングでいこう、無理だかはちゃめちゃが押し寄せてくる。まあ有利属性なんで大丈夫ですね。ちょっと攻めきれないな、やっぱ硬いな。合わせて通常で抑えてどうする？さすがにケラチェンするか。何やってんだ、よくわからないことになっちゃった。あざす。俺はタピオンじゃなくてもこっちでしょ。よし、さあラスト、いいね、ライジングぶつかり合っていいんじゃない。オッケー、
これで相手の勝ち筋なくして、はい、ここでも見事に勝っていく。ギリギリやん。 OK、 対戦ありがとうございました。タピオンが硬すぎて。さあマッチングしました。未来パーティー対戦やっていきます。初手タピオンで悟空3、ハト1体、悟空ベジータにしよっか。今度は対戦お願いします。名前なしって入力できるんや。なんか入ってんのかな。無名さんです。対戦よろしく。出し勝ちしていく。やるしかなさそうだ。よし、さあユニークゲージを貯めろ悟空よ。頑張れ、死ぬほどユニークゲージを貯めろ。で、あえてチェンジアビリティ使いづらいと思うんだよなこれ。速攻で貯めろ。はい、なるほど、チェンジアビリティ使わないのか。使う。そのまま突っ込んでくんの、やばすぎん。はい、おそらく必殺アーツ持ってると思うんだよな。まあ特殊アーツ読んで必殺アーツでいっか。でん、強い。お前を切る。トランクスにそんなこと言っていいのか。はい、お前を切る。つや、いいね、いいね、刺さるね。予約圧でいくよ。なるほど。いやーこれな、どうしよっかな。踏ん張りついてんだよな相手。いやーユニークゲージマックスラッキー。そのまま居座るからじゃない。残念だったね。外していく。じゃあな、お前がやれ。よし。完封です。外した。さあマッチングしました。劇場版パーティーお願いします。まあ上3体やね。やっていこう。いやタピオンがマジで普通に強い。マジで強い。なんか身勝手とセットに出てきたさ、ベジータブルーに関してはさ、なんか賛否両論あったやん。タピオンに関してはマジ強くね。マジ強いんやけど。なあ、ずれちゃったん。残念。射撃あるね。ああ必殺か。なるほど、特殊で見てくる。タックルはなし。 OK、 はい、通常で返して。イスワンの好きよね悟空ベジータ使ってる人。あざす。これはありがたい。これは悟空3で火力稼いでいこう。ユニークゲージも貯めよう。うりゃ、手札破棄つらい。その手札破棄はつらい。来ないか。タックルはなし。おおラッキー。よーし。うわ出てくんのかよ。外してもよかったか。ナイス。オッケー。予約圧でいいや。落ちる。強すぎ。マジ強すぎ。火力高すぎ。あー最悪。ヒルデガン。頼んだヒルデガン。頼むぞ。メタメタ。
おお、生き残っていく。マジかよ、マジかよ。お前を切る、あざっす。切っちゃえ切っちゃえ。ライジングラッシュなんて打たねえよ。タピオンが出てきちまうからな。ヒルデガンの仕事なし。マジ強くね。マジすげえ満足なんやけど。あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はタピオン使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。前回アビリティ2つ乗っけてね、使ってみたんですけど強いね。だからそもそも火力が高い、うん、そこがいい。ただの援護タイプに収まらないところもいいし、でかつ初めての能力でしょ。やられたら相手にダメージを返すっていうヒルデガーノの演出込みで、それがいい。俺ね、個人的にタピオンすごく気に入りましたね。なんか使っててめちゃくちゃ楽しい、うん、キャラクターなんじゃないかなって思います。別にそこまで難しい能力もないじゃないですか。特殊アーツ使えば特殊カバチェ無効やし、メイン使えば全体回復やし、やられたらヒルデガンやし、難しくないんですよね。軽油で火力も出るし、そこがいいんですよ。すごい気に入りました。かっこいいしね、うん、まあおすすめです。すごく皆さんのタピオンの評価コメント欄にどんどん書いていってください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。